グイマルは、スペインカナリア諸島州サンタクルスでテネリフェ県のムニシピオ、カナリア諸島のテネリフェ島東岸にある、グイマルアクチ自然保護区面積は102.9平方キロメートル。2015年の人口は1万9006人。自治体域は大西洋岸から内陸部の山地まで広がっており、 自治体名と同名の中心集落の標高は289メートルである。2013年時点では18,589人の自治体人口のうち12,508人が中心集落に住んでいた。ラオロタバ、アラフォ、ファスニアと自治体協会を接している。テネリフェ島北東岸のサンタクルスでテネリフェから 時計回りにテネリフ平島を反周する道路の TF-1 号線は、グイマルの沿岸部を通っている。TF-1 号線のすぐ東側には、火山塩水球を有するグイマルアクチ自然保護区があり、その最高標高地点は、大山と呼ばれている。バダホス峡谷建築年代が定かでないグイマーのピラミッドは、中心集落から約1キロメートル北にある。 ノルウェー人人類学者であり、探検家のトールヘイエルダールは1991年にグイマーのピラミッドを調査し、この構築物が無作為な意思積みではなく何らかの意思によって築かれたピラミッドであると主張した。中心集落の南西にはシエテロマス自然保護区があり、カスティーリア人征服者の不安でバダホスにちなむバダホス峡国がある。 バダホス峡国に残る戦死時代の遺跡からはグアンチェ族の活動が証明されている。多くの人々は渓谷に異常な現象が起きていると主張している。1390年にカンデラリアの聖母が出現したのはグイマルであり、グイマルはカナリア諸島のキリスト教家に重要な役割を果たした。スペイン人がテネリフェイ島に到達した時、 グイマルはグアンチェ族が支配していたテネリフェ島に旧ある地区の一つであり、現在の自治体域よりも広大な面積を占めていた。1494年から1496年にかけてテネリフェ島はコンキスタドールのアロンソ・フェルナンデス・デルーゴによって征服された。ありがとうございます。